もう今や空前のマラソンブームと言っても過言じゃないと思いますけども、はい、今もやたら増えてるんじゃないですか。増えましたね。もうびっくり。びっくりですか。びっくりです。僕でも内側から見ててもびっくりですね。本当ですか、はい、東京マラソンとかでも、はい、もうみんな予選っていうか抽選で外れて走れないなんてのは、うん、昔から言うと考えられない。考えられないです。だから今10倍ですよね。10倍だから出るのに大変。だから以前はお金を払ってまでなんで大変なことやるのっていう時代だったじゃないですか、うん、はい、それがいつの間にかお金払ってでも辛い思いしたいというねそういう方たちがいつからですか。そんな2010年には200万人と著書にもありますけど、はいはい、現在は今ね、諸説言われてるんですけれども、はい、まあ、月1回ぐらいでも走るぞっていういわゆるランニングシューズを持ってるような方っていうのは、800万人とかね、1000万人って言われてますよね。ですから日本の人口の、まあ、10人に1人は走ってるっていうね。そんなにいるんですか。そうなんですよ。増えましたね。すごいですけど、このマラソンブームはいつ頃から始まってる。実際ですね、やっぱりあの東京マラソンの、東京マラソンが今年で7年目がちょうどこの間終わったばかりですよね。そのあたりも呼び水にはなってはいるんですけれども、あの言ってしまうとね、多くの方たちがあの、まあ、リーマンショックがあったりいろんな、まあ、社会的な経済的な変化があったじゃないですか、はい、その時にですねお金の使い方をね考えるようになったのが転機かなと僕は思うんですね。それはそんなにお金を使わずにで楽しめる思われるじゃないですか、はい、実はあのマラソンっていうのは非常に実はねお金がかかる。東京マラソン出るだけでも1万円かかるから、はい、でお金の今申し上げたお金の使い方っていうのはどういうものかっていうと、はい、今までは無駄に、まあなくなればそれこそ稼ぐなり、うん、借りるなりが可能だった時代からそうではなくなってきて、はい、有意義に使おうってなってくると自分への投資ですかねっていうことで、うん、まあボディーコンシャス、ヘルスコンシャス、そういったところも、要素の一つとして自分磨きであるとかそういったところにお金かけてみてもいいのかなということで、まあ、レジャーの多様化ともねつながる部分ではあると思うんですけども、真剣なお金の使い方っていうんですかね、うん、そういうことを真面目なに使うっていうのかな。か、山本さんは失礼ですけど、はい、おいくつなんですか。僕はですね46なんですよ。見えないですね。ありがとうございます。走ってるからですかね。それはね確実にあると思いますねとは思うんですけれども、元々なんかでも肌の感じとかもだって30、40代には見えないね、よくそういうふうに ね、おっしゃっていただけるんですけれども、汗かいてるからですかね。いや、うん、あのね、なんでしょうね、まずね水分が普通の方よりも、500のペットボトルでいうところの3本分ぐらい余計にやっぱりもう常に体にある状態なんですね、うん、なんでしょう、体温の調節、はい、っていう意味で、普通の人よりも水分含量が大きいんですよ。ですから水分取らなきゃいけないんですね。そうだからね、それが満たされた状態なんですね常に、うん、例えばまあ、お付き合いいろんな方たちであると思うんですけれども、まあ、特にショービジネスの方たちっていうと、非常にお綺麗な方多いじゃないですか、お若くて、うん、でもここの部分ね、手の甲の部分だけは実は年齢隠せないですよね、うん、だから綺麗なモデルさんにしてもどなたにしても年齢分の、手のねこの手の甲出るんだけど、はい、ランナーはここも若いんですよ、水分が入ってるからっていうことでね、水分が入ってるから、そう水分が、うん、ペットボトル 1本半3本か 1.5 リットルだから、そういうふうなことで、ね、それ筋肉量とかその代謝量によってやっぱ水を取らなきゃいけないっていうのが、ね、冷やしてないとダメっていう、だから車でいうとラジエーターにお水必要じゃないですか、だから本当にもうエンジンかけるだけでいい車であれば、これがだから言ってしまえば現代の人間ですよね、ただ心臓が動いてるだけ、エンジンかけてるだけの状態の人間と比べると、走らなきゃいけない車っていうのはそれこそ本当にラジエーターのお水もしっかり入ってなきゃいけない、冷却もしなきゃいけない、だからちゃんとしたお水をちゃんとした量入れてなきゃいけない常に、というだいたい走り始めて早い方だと3週間あればそこまで行きますかね、もうランナー体質になりますね。教えればってことですか。どなたでも
だからどう走るんですかってもう本当にもう誰からも聞かれるんですけど、まずは1回10分週3回これを3週間やってみて、続ける、そう絶対何か変わる、それはだから目覚めよくなるとか、寝つきよくなるとか、それからもうどんなことでもいいんですね、ビールおいしくなってたりとか、あと女性の方で多いのはね、便秘、肩こり、冷え性、あ消えてるとかっていうのがあるんですよね。だからそれがね、ブームって過去多々あったじゃないですか、今でも続いてくるヨガですとか、あとはウォーキングとかね、どうにもねやっぱり変化が分かりにくい、ランニングっていうのは今申し上げてみ、3週間で出てくるっていうところがあるので、でこれもまあ業界の内側の話なんですけど、走り始めた方は5年間は記録伸びるんですね。そっからはだから創意工夫があったりとかいろいろ必要なんですけど、5年は誰でも伸びるので、じゃあ誰でも走れるってことですか。もともとだって人間の、持って生まれた能力じゃないですか、歩く走るっていうのは、ただ今の現代っていうのは非常に便利になりましたよね、ですから人間のオリジナルとしてのゼロの部分、いかに残念ながら対価とは言いにくいんですけれども、必要がないんでね、移動であるだとか、なのでそれが単純にゼロになるだけの話、ゼロに持っていくだけの話なんで、これは誰でもできます。岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜はランナーの岩本信美さんにお話をお伺いしています。岩本さんが走り始めた意外なきっかけを聞いてみました。岩本さんは昔から走られてたんですか。僕はですね、中高時代は、陸上部だったんですけれども、落ちこぼれで普通に卒業して、なんでダメなのかな、長距離やられて、もう短距離から何からやってはいたんですけど、いろいろしてたんですけどね。だからなりわいとしてここに結びつくまでの道のりとしてはダイエットです、実は。何年前から走る。それはね、ちょうど20年前ですね。ですから26歳の時かな、太ってたんですか。70キロあったのかな、今は56なんですけど、70まで行ってしまって、それでちょうどその日に、ある日にね、今でも覚えてる、10月の7日だったと思うんだけど、新聞を見たらば、2ヶ月後にハワイでホノルルマラソンというマラソン、となんですよ、今ではそれこそ有名ですけど、ホノルルマラソンというマラソンって言わないと分かってもらえない時代、で、その記事を見まして、あ、ゴールが2ヶ月後だったらばひょっとしたら少し変われるかもなって思って、それでちょっとやってみたんですよね。そしたらそこそこですけど楽しかった。楽しかった。これ今マラソンって聞いただけで2つに分かれると思うんですよ、あ好きだよっていう人と、走るのが本当に嫌いだっていう人と分かれちゃうものじゃないですか、どっちでもいいよってあんまり聞かないというか、それは なんでいや、人って本当は走るの好きなはずです、というのは廊下をかけるなとかありましたよね。子供の頃廊下を走るなとか、そう、あとはプールサイドを走っちゃいけないとか、子供って黙ってても走りたくてしょうがなかったと思うんですよね、それがある時校庭10周っていうような罰になりませんでした。そうですね、なりましたね。中学校の時になったでしょ、廊下立ってるからですよね、正座とか、なんかプレーでミスしたら走れとかですよね、それがね、罰則になった時点でちょっと変わってったっていうのが一つと、岡田さんも走られますよね。走りますよね、おそらくは走ること自体が目的ではなくて、何かの手段。そうなんです、ですよね。僕ここでカミングアウトしますと、走るんですけど、走るのは好きだと思ったことはないんです。やはり、それが聞きたかったんですよ、僕走るんですけど、体力でやったり、格闘技とかいろいろやってるので、そのこう基礎体力のために走るし、手段ですよね。ダッシュとかも入れちゃうので、走りながら、この坂とりあえず上までダッシュとかやっちゃうので、もうトレーニングとして、なるほど、
やるしかなくて、はい、でも走ってる時は、はい、気持ちいいとか楽しいとか思ったことがなくて、はい、終わった後、はい、シャワー浴びた時が気持ちいいとか、うん、眠りにすぐ入れるとか、あ、なるほどですね、そっちの方が気持ちよくて、はい、うん、走って気持ちいい、うわーって思ったことがないんですよね、はい、安心していただきたくて言うんですけど、はい、僕もないです。あ、そうなんですか、はい、みんな楽しいんじゃないですかマラソンやってる人って、僕の場合にもやっぱり手段なんですよね、これが仕事になってますから。そうですね、うん、教えるのも、そう、自分で100キロ以上走るのも、そうそう、それもね、やっぱりだから、手段なわけなんですよね。気持ちいいわけじゃないんですか。気持ちよくないです。だから言ってしまうとそれはね、漁師さんが休みの日に釣りに行くかっていう話ですよ、うん、ないでしょう、はい、うん、それはだから何かのために走るから、うん、楽しくて走るのとはちょっと僕の場合違うかなとは、ね、でもたくさんの市民ランナーの方を育てて、はい、何でしたっけ、みんなあれですよね、フルマラソンを3時間切らせるとか、まあまあそうなんですよね、たくさんの市民ランナーなのに3時間切るのなんていうんですか、サブスリーですね、うん、サブスリーを何人も出してるわけですよね、そのうん、あとは女の子がね、テレビに映るような大阪国際女子マラソンとかやってるじゃないですか、はいはい、あれの資格がですね、3時間15分なんですね、うん、そういうのを出してあげたいっていう、だからちょっとそれちゃうかもしれないんですけれども、はい、僕は一時やっぱり、体力の衰えもあり、うん、それから地球2周半走ってるんですね、もう10万キロぐらいなんですけど、そうそう、膝痛くなんないですか。なんないですよそんだけ走ったら膝壊れそうですけどね。いや大丈夫です大丈夫です。そうそう、でね、その時にただ教える側にねシフトしていきたいと思ったんですけれども、やっぱり教えてる子たちが輝いてる姿に嫉妬してる自分がいたんですよ。プレイヤーとして自分も走りたいっていう、こいつらかっこいいじゃん、輝いているじゃんと、うん、でそれこそ僕の今の主戦場っていうのは、うん、それこそ世界で何十人しか出れないような、うん、すごいね、過酷な、レースではあるんですけど、そうなると例えば大阪国際女子マラソンに市民ランナーが出るとは言っても、うん、画面の真ん中に映るようなオリンピック選手の端っこにちらっと映るかぐらいの、うん、まあ脇役ではあるんですけれども、それでも精一杯頑張ってそのステージに立てた、うん、その笑顔を見てて忘れてたなっていうのとか、だから今日付き人で来てる高槻っていうのも、うん、実は今年初めてね、5年かかったのかな、女の人、5年かかったかな、6年かかった、うん、6年かかってどうなるんですか、うん、ね、大阪国際女子マラソン、はい、うん、何分ぐらいだ、スタートライン立てて、あの子はね3時間15分そうそうそう、そんな早く走りそうに見えないですけどね、うん、普通の子なんですよねそうそうそう、なんか普通 OL さんみたいな感じですけどそうそう、3時間15分でそうそう走れてね、だからそういうのを見てまた僕も走りたいなって思って、でやっぱ彼ら彼女らにとってみたらば、僕は唯一の一応先生だったりするわけじゃないですか、はい、で自分の先生をかっこいいものとしてね、うん、自慢できる先生でありたいっていうのはやっぱりありましたよね。まあそうですよね、うん、なので先生ですから、だから負けられないですもんね、生徒に。そうなんですだから教えてる風でいて実は教えられてたのかなっていうのはね、うん、だから切磋琢磨じゃないですけど刺激し合ってですよね。